はい、こんにちは。フォトショッパーの塚本武之です。昨年の12月15日にですね、フォトショップ会議っていうですね、まあセミナーを行いました。たくさんの方をお越しいただいて、そしてまあライブ配信もうまいこと言ったんですけど、教材が、10部ほど余っております。で、まあこの冊子なので、まあ、結構見やすく、なっています。この冊子とあと、DVD、 これがですね、まあ、裏表になってます。2部と3部という形になっております。まあ、1部はね、リコーの GR3 のお話になったと思いますので、フォトショップは2部3部という形になっています。で、この DVD にはテキストデータとですね、動画、そして使われた画像ですよね、サンプル画像が入っておりますので、ご自宅のフォトショップで勉強することができるという形のこのセットをですね、まあ、販売しております。はい。で、どんな内容なのかっていうのをですね、一応確認していただきたいので、ちょっと、まとめましたので、よかったらご覧ください。はい。それではですね、フォトショップ会議のですね、動画の方を撮影していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。潰しコンテンツに応じるってやつは自動的に消すんですけど、いや、ちょっと変な消し方されたなっていう時 あったりしません？そういうのを調整できるのが、今回ご紹介するこれ、コンテンツに応じた塗りつぶしってやつなんですよ。まあ、ちょっとやってみましょう。今は背景の人物を消すためのもんですから、この女の子には全然問題はございませんので、こうやってザザ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 ザーとやってください。ほんならこの子消えますんで、こんな感じで。でもこっちは全然問題ないですよね。この辺とか向こうの辺をピチって消していただいたら、ほら、結果変わるんですよ。なので、ワンクリックで結果変わるんで、こうびっくりするぐらい。はい。じゃあ囲みましたら手を離していただくと、こっちの方見といてください。消えますっていう感じです。ざっくりとね、こういったもので消せるっていうのは利点じゃないかなと思います。女の子消えると思います。はい。そうすると、このように人物が綺麗に消えていると思いますし、変なもんが出てるってことはないですよっていう形です。背景まで結構ピントが来てる状態なんですけど、このように背景をぼかすことによって、被写界深度が狭くなって、背景がぼけるよって形になって、雰囲気が良くなりますよね。で、まあ、もともとは人物山ほどいたんですけど、もうそれも消したので、だいぶといい感じで調整できたんじゃないかなと思います。はい。まあ、周辺を確認すると、もともとが青い空じゃないですか。なので、どうしてもこのエッジの部分に、こう、違和感が出てきてしまうわけですよ。このほら、わかります？この青いの。この部分だけがほら、削れたのわかります？ね。なので、全部は削れないんですね。囲ってるところだけをこうやって削ることができるわけなんですよね。2回目からは画面上のフィルターをクリックしていただいたら、もう出てきてるんですよ、ここにほら。ね、ここに出てきてるんで、なので画像を見ることもなく、もうここをですね、ポチッと押してくれたらいいんですよ。ほんならこう削れるんで、ね、こういう風にやっていただいたら結構でございます。じゃあ画像を見てみましょう。ほんならこういう風に飛行機が、まあ、くり抜かれたみたいに黒くなると思います。ズズ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 、ほんならほんならほんならこうやってこうやってこうやって穴が出てきました、穴が出てきましたって、これ画像が見えてくるわけなんですよね。ただ全然滑らかじゃないですよね。汚いじゃないですか。半分に分かれて、で、ぐーっと持っていくとどうなるかというと、このギトギトの画像がですね、このように、綺麗なこうやってグラデーションになるわけなんですよね。ベタ塗りの塗りを落としたやつ。これ見比べていただいたら、ほら、全然違いますよね。ちょっとうさんくさい、こう、暗くなってるのと、全然このクオリティが違うと思うんですよね。輝いてますよね、こっちの方が。こっちのジェットエンジンもズル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 ってやります。ほんなら、こんなん変やから、この部分はどうしたらいいのかというと、描画色、背景色ってあるじゃないですか、ここ。ね。これを、まあ、黒白にしていただいて、ちょんって消していただいたら、まあ、いい感じでできるんじゃないかなと思いますね。はい。違和感があるところは消した方がいいかなと思います。入れていただくとですね、この人が、顔が出てくると思いますけど、実はこれ見てください。もう、ほら、青いところを取れてるのよ。ほら、勝手に。勝手にですよ。で、ここの手の甲を見てください。ここも全部綺麗に取れてるんですよ。すごないです。ぜひちょっと皆さんもです。ちょっと被ってるなーっていう画像があれば、調整してみてはいかがでしょうか。先ほどのですね、緑を少し出して、ちょっとですね、ちょっとでも、このディテールをちょっとでもね、こう出すことによって、雰囲気がね、ちょっとはマシになるんじゃないかなっていう雰囲気です。というようなことが言いたいだけです。いい感じなんですけど、色がすげー違いまして、
えらいこっちゃですね。特に海の色が、じゃあ間違えた。ため池の色がひどいですよね。じゃあ、どうしましょうっていう話です。ここに出てくるんです、こうやって。ね。ここに出てきて、で、次に紅葉橋の色もこうやって、その色に変わるんですよ。あ、色変わったけど、紅葉橋なんか薄ないってなるわけですよね。あの全体的な色の統一感っていうのは出ると思いますので、こういうのを最後にやっていただいてもいいと思います。スクロールしていただいたら、夕暮れっていうのが、これだけじゃないですよ。いっぱい夕暮れ出てくるから、これダウンロードしたら。やってみてください。もう僕やってないですけどね。もうちょっと、時間なくて。これもやってないです。ドラマチックも面白そうですよね。車高がいっぱい出てきて、面白そうですよね。で、夜空。ね、リアルなやつは夜空がなかったんですけど、ここで夜空ダウンロードできますので、で、打ち上げ花火とか面白いやんですよね。これも面白いですよね。で、青空はいっぱいあるから、まあ、ええとしても、これ、嵐。これですね、嵐、入道雲とか、暴風とか、結構ね、竜巻とかね、雷とかあるんです。これ面白いんですよね。これにしようかなと思います。ダウンロードクリックします。ずらずらずらって、こんなわけわからん、こんなん、なんでこれにしたやろっていうのがいっぱい出てくる。で、この中で一応ですね、ちょっとサンプルにも使わせていただいた、これですね。はい。これをそのままポチッと押していただいたら、このように雷をしているような画像っていうのを作ることができます。で、2021年、夏のブラシとか言ってね、いっぱい作ってくれてるんですよ。山ほどあるのね。で、このように、ちょっとこう、外側を、パッ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 ってやっていきます。こんな感じで。こんな感じかな。何回、何回やっても結果が変わるので、面白いんですけどね。何回やっても変わっていくんで。はい。こんな感じでですね、第2部のですね、内容の方は終わっていきたいと思います。で、面白いですよね。この近未来的とか言って、丸めたとかいろいろあるんですけどね。このアイコンもあるんです。アドビフォントの表示ってやつね。これをクリックしていただくとどうなるのかというと、こうやってほら、僕は結構アクティベートしてるんですけど、今アクティベートされているフォントだけをこう集合してくれるんですよね。ブルーとかで、例えばこんぐらい、このちょっとシックな、こんぐらいの色にしようかなって言ってクリックするじゃないですか。そうするともう文字がその色になってるんですよね。だからクリックするだけなんですね。この中で3つ目のね、この芝生っぽいやつ、これをクリックします。そうするとこんな感じになります。はい。こういうイメージで、調整することができます。この画像がですね、このように影ができるわけです。はい。なんで、これも角度によって、このように変更することができたりとかしますし、あとは、この不透明度でちょっと薄くすることも簡単にできてしまう。っていう形で、まあ結構ですね、面白く影を作ることができるので、これもなかなかおすすめのポイントでございますね。全部が回る、ぐる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 って回ります。なので、これ結構ですね、こうやってデザインを決める上で、こうやって、例えばこうやって、で、まあ、この葉っぱはもうちょっとこうかな。いや、これはこうで、ちょっと重なってるぐらいがいいかなとか。で、これはこうでいいかなとかっていうのを、ここで決めることができちゃうわけなんですよね。こう、塗りすぎるとダメなので、例えばこの辺とかをぴょんぴょんとはみ出すぐらいな感じで。この辺をコントロールを押しながら、これだ、落としていただいたら、こうやって、こういう風に、こういうふうに、まあ、直角に曲がるわけなんですね。はい。そうすると、この A っていう文字がここに表示されましたよね。で、自動的にですね、まあ、スケールというかですね、この四角に合わせて配置してくれるという形になっております。ちょっと思い切って明るくして。で、上の部分も少し、その光がちょっと、来てるのかなっていう感じで、ちょっとトーンカーブで、クリッピングマスク。ちょっとさっきよりも少しだけにして、こっちの方がメインで多くなるっていう感じにしとこうかなと思います。こうやって消していただいたら、芝生の中に埋まっているキューブっていうのを表現することができます。はい。まあ、こんな感じでですね、ちょっと早口でしたけど、1ページから9ページ、そしてフォトショップ会議のですね、内容の方は終わっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。
長かったと思いますけど、ご覧いただきありがとうございました。ですね、このお申し込み方法はですね、いつものようにですね、ホームページで PST フォトって検索していただいたら、PST フォトレタッチ事務所、クロム株式会社 PS タっていう形で、出てくると思いますので、そのトップページのですね、この絵、こんなラッパのみたいな絵があると思いますので、そこをクリックしていただきましたら、ご登録いただけるようになっています。10しかありませんので、ちょっとですね、まあ、興味がある方はですね、お早めにご登録ください。振り込みとかはですね、クレジットカードもできますし、振り込みをすることができますので、ご登録いただきましたら、僕すぐ発送します。入金確認せずにすぐ発送しますので、信じてますので、振り込んでくださいね。はい。そういう感じで、今回の動画は、簡単でしたけど、終わっていきたいと思います。またよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。さよなら。